ね、さあところでですね、はい、なぎさ、はい、これ出てたんでしょ、このトーナメント。出てましたよ。あ、いましたね。いたじゃないですか、ほら9人目のトーナメントに。あれ9人目、あれ9人目、あー見えないか、9人目見えないか。裏なんか、裏なんか変な紙。裏はもうこれしかないですね。何、いやいやいや、ペロッと優勝以外、これ見せて、あれこれこれ、はい、優勝以外は眼中ないですなんだこれはい、ということでその時の VTR がありますので、皆さんこちらをご覧いただきましょう。どうぞ。あ、すごい、こんなとこから撮ってたんですね。そう、朝の10時開幕ダッシュです。だってナミさんが優勝するって言うから。そうです、優勝以外眼中ないですか、ね、めっちゃドキュメンタリーたちじゃないですか。エントリーしてます、ね、はい、朝一レッグやりました。よかった、本当これね、受付今回先着なんですけど、早めに来てもナミさんが15番組ぐらいだったんだね。そうですね、もうだいぶ、おめでとうございます。やる気もというわけで1回戦も頑張りますいやもう、じゃ勝ち切れやってますよ。すごい、これドキュメンタリーじゃないですか、もう渚24時間。いや、プロモーションビデオですよ、これ。みんなで熱くね、盛り上がってほしいなと思います。今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。なぎさが APM チャンネルでこれじゃんけん勝ったんですよ。電信ゲッチャーでねじゃんけん勝ちました、これ。シフトして送り込まれるわだ、勝って 2P だった。そう、私勝ちました。そう、2P 取りました。なるほど、確かに。いや、勝ったんですよ、これ。じゃんけんでしょ、じゃんけんでしょ、じゃんけん勝ったんですよ。じゃんけん大会に参加したみたいな、そんな感じですか。じゃんけん以外ガンチにないの間違いじゃないですかね。いやいやいや、試合始まるんで。試合始まるね。そして渚選手が黒雪姫になります。やり込んでますね、はい、これです。モードレッドシェフ。さあ開幕は渚選手がまずは選手、さあブギーポップ珍しいですね。ブギーポップ珍しい。そう、これ防御させても1割減るので時間がないんですよ、これタイムアップ。手川選手が1本目と全部はしゃられましたね。え、これ10連目かも、まさか中身大事だよ。仕上げ戦いしてるねって言う暇がなかったんですよ。絡めて瀬川さんってベスト8つなげて、そこ気づくのお前ら。本物だったからしっかり決めてきた。大麻の試合は瀬川選手の勝利でしたね。続きまして、牧野選手と無言で VTR 終わった。エンドみたいな。そうだな、はい、いいですね。ということで渚は1回戦敗退ということでしたね。いや、強かったですね。相手強かったですね。相手強かったですね。確かに。さすがにね、ワンチャンあるかなって思ったんですけど、なかったです。でもね、こうやって今回女子プレイヤーが2名参加してくださって。そうなんですよ、ね。私の他にもいらっしゃって。なので本当、女性の方でも簡単にゲームがプレイできるっていうところをね、まあちょっとこの後もちょっとぜひ、カメちゃんにも挑戦してもらいたいなって思いながら。いいじゃないですか。できますか。さあ、しかしちょっととはいえ、うん、今回東亜エリオの担当している大亀さん、気になったところとかって何かありました、トーナメント見て。そうですね、うん、私あの確か東亜エリオでこれ収録新しくしたんですけど、はいはい、ちょっと今までの VTR に東亜エリオが見当たらなくてですね。あれ、私だけですか、いたか。あー、画面内には結構いたんですけどね。画面内そうなんですよ、はい、まあ、ということで、はい、テラさん、はいはい、何でしょう。もうこれ、あのちょっとね、大亀さんがちょっと挑戦していただくにあたって、ちょっと一回どれだけ簡単なプレイかっていうものをちょっと教えつつ、一度プレイをですね、おお、相手はまあ、2P なら勝てるという言わしめた渚との対戦を、はい、ちょっとぜひ1試合渚対寺田さんってことですね。そういうことですね。あ、1回戦目じゃんけんに勝った渚と、はい、寺田さんの、はいはいはい、これを見せたいと思います、はい、ということで寺田さん VS 渚の対戦です。イエーイ、はい、やるぞ。よし、やりますか。寺田さん、この前のゲッチャで渚さんに負けた後、すごいブログで悔しがってるのを見て、本当にガチだったんだなって思います。いや、僕ね、あのイベント戦で本当負けるんで、かなり得意したんですよ、実は。
え、本当ですか。なんですけど、あの時あのトモカ使ってとか言われたじゃないですか。あ、言いました。あれでも計画が全部崩れました。あれ、あ、もしかして俺のキャラじゃないから負けたみたいな、そういうそういうことをおっしゃる。わかりました。そういう保険かけたんですか今。あ、そうです、その通りです。さあ、ということで、では始めていただきましょう。さあ、これなぎなぎの羽が寺田さんの肘に当たってるんですけど、そうそうそう、これぐらいは反応ですよ。これぐらいは反応です。うわー、寺田さんまさかの切りと大人げねー。本気ラマジ本気ラ行くの。いや、でもね、いやでもサポートはちょっとやっぱり、うん、さあ、え、ありがとうございます。お互いエリを使うということに納得しませんか。あれはしょうがないですね。でもね、実はですね、ここ一つちょっと私言いたいことあるんですけど、はい、みんなエリオちゃんをなんか今回大会使ってなかったじゃないですか。でも狂い姫ね、強キャラなんですけど、このエリオちゃんが実は狂い姫対策ですごく有効なんですよ。有効なんです。なんでだろう。試してみますか。やってみますか。ゲーマーの感じになっちゃう。攻略みたいになってきました。まあ、まずそもそもね、ちょっとカナちゃんにあのサポートキャラがどんなに簡単に出せるかって教えてあげてください。本当に。あ、そうですね。ね、もうボタンで、ボタン1個押すだけなんです。普通に出てくるんです。エリオ。ピョンピョン。あと、こういう。あえて帰ってきました。攻撃が。やっぱり立ちますか。あの布団にくるまってるやつが、ただあの遊びで跳ね回ってるだけじゃなくて、あれなんですよ。守ってくれ、守ってくれ、守る。なので、クルイキメってこういうなんかピアシングだったりとか、こういう攻撃が多いので、これを全部エリオちゃんが守ってくれる。なんともないですよ。これでも守ってくれちゃうので、だからクルイキメがすごい立ち回り不利になるんですよ、これ。だからエリオちゃんをクルイキメ対策に使うっていうのはすごくいいと思います。私はこれ検証済みなんで、本当に辛いですよ。マジ辛いです。カメちゃんが今エリオ役に立ちますかって、こうなんかリアルエリオの前のような気持ちをね。でも立証してくれてよかったです。よかったよかった。実際サポートキャラってすごい強いんで、はい、どんどん出しちゃっていいですよ。そうですね、エリオは本当回復も早いのでどんどん使ってます。おー、カメがいい。なぎなぎコンボ決めた。エスパインブレージングです。僕はあの解説する隙をつきましたね。スタッフアドラス、確かに。もう濡れの立ちながらないの、突入したエリアで壁をうまく作りながら前に出ていくところ。さあ、これありがちな時間のないパターンですよ。スーピーでは負けないという渚がまずは第1ラウンドを奪いました。スーピーですよね。あと2秒あればいけてたかな。さあ、モードレッド、ここで二刀流、キルダ使って、さあ、お互いキルダ使っていく。いきなり、さあ、ダメージで、まずは先手。なぎなぎコンボ。なぎさが、テミット。さあ、お互い滑っていく。そうそう、サポキャラの出し方もね、S 前だけ押すのと、あの S だけ押すのと、前 S っていうので、ちょっと2種類、2種類ありますね。ね、違うんで。さあ、さあ、固めていく。あのかなりこのディレクターマジですけど、何それ、そして壁つくんです。さあ、二刀流にここに行く。これあかんてんかもやんか。おっと、おぉ、あぁ、勝利はなんと、渚、おめでとうございます。おめでとうございます。グッドゲーム、グッドゲームですね。グッドゲームでした。いやでもやっぱ渚も相当やり込んでますからね。しかもこの今画面出てるボイスはレアボイスでなかなか出ないボイス。へぇ、そういうボイスも隠されてます。なるほど。さあ、こんな感じですが、亀ちゃんどうですか、やってみますか、これ。いや、やりたいです、ね、うん、できそうです。なんかいや、もう本当にワンボタンでサポート出したりとか、あとはこの1個のボタンでコンボになるので、連打すれば、連打すれば、このボタン連打すればすごい。じゃあなんかここで一番弱い人とやりたいです。じゃあセクシーさんお願いします。セクシーさん、はぁ、セクシーさんお願いします。誰だよ、いや、どっかから今弱いっすね。弱いっすね、大和さんって。
一番弱いに今スーツのやついったろ今おかしくねえだろ目合わせないおかしいだろいいですか斉藤さん対大亀さんでやりましょう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 これ俺ちょっとマジ負けるわけにいかねえスーツセクシーさん空気読んで負けてね空気読めるわけねえだろ俺がこれいやマジか宇野さんに言われたか斉藤さんいつも自分でミジンコより弱いって言ってるじゃないですか何も言えないって言ったことないじゃあミジンコより弱いお願いしますスタートボタンを押してはいじゃあカメちゃんは自分の好きなキャラを選んでくださいね、はい、何使いますかこれでなんか斉藤さんこれおおモッカーモッカでお目が高いそして当然サポートキャラがはいエリオエリオですねエリオちゃん私は勝ち打ち行きますおわ、すごいノーボイスだこういうこういうこういうサービス待ってたよこれは大森さん勝利プラリと中継者の闇こういうのいらないいらないよなんだよ斉藤さんだったの斉藤さんこれねあのちょっとこれちょっと罰があるらしいですよは意味がない今始まってから言う連能たちあの状況によってはい、うまいガロさあ、そしてグレンローですおっとおっ、いいいいいいちょっとシャミセンじゃないですかカメちゃん、シャミセンまさかじゃあ、やったかいいね、サポートすごい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 いいねじゃあ、一番弱いセクシーサイトうるせえだミジン呼吸さあ、ミジン呼吸ミジンは最高だぜ最高だぜうめぇみんなほーいやー、おすすめさあ、おっと食いつくの？いい感じじゃないですか。おいいよいいよ。あ、宇宙からの指示は受信しました。これ誰が今操作しちゃったの？やってますよ。斉藤さんがしてます。斉藤さん、なんか牧師を用意されてる。いや牧師とは知らないよ。え負けたら勝てたら寝るんでしょこれ。いう話なんですけどね。バックステップここで。さあ、行くぞさあ、お願いなんか技みたいですね、かっこいい技エディをうまく使って、ちょっと僕のこれエディ全部ガッツさせてるんです、さっきからやっぱ本物だけある確かに使いこなしてもあこんなこれはグレンの話これあれでしょう。カメちゃんさ、ちょっと俺これこのゲーム5回やったことあるんだけど。さらに。ここから第4弾この番組で、あのおしょぎりだーってのに一回騙されたことあんの。さあ、これ
え、これどうするんですか。あのね、これね、やっぱさすがにないっすよ。さすがに。このバカ野郎。サルさん、これ罰ですよ。何よ罰ですよ。何の罰だよ。いや何の罰で。小上さんに、そうよね、電撃ファイティングクライマックス気持ちよくプレイしてもらうと。なんだちょっと。ほら。大丈夫か。ああ。滞在ですよ滞在。滞在だ。これが大人のやることかね。ちょっと斉藤さん、前に来てもらっていいですか。何もう仕方ないよ、これは罰ですよ。俺、ちょっと、お前、ちょっ何何持ってんの。何その、あれ、今後の関係性覚えておけよ。いいじゃん、もう行っちゃっていいよ。大人でしょ、斉藤さん。これさ、ちょっと今塗ってんの、これ結構遊びのあれかと思ったら、ガチの墨汁だよな、これ。これ今匂いがしてきた。匂い、これガチなんだけど。結構いいっすね。おー、すごい、かっこいい。かっこいいとかってさ、あのトーナメントだ。え、どういうこと、どういうこと、どういうことだ。じゃあこれ私が4コマ版が好きなんで、あの、中田さんのね。なんかあれですね、あの、化粧で化けるってよく言いますね。はいはい、一回見てもらってもいいじゃないですか。いやー、まあ、最後バッと見た方がいい。見た方がインパクトあっていいんじゃないですかね。ほんと、覚えておけ、これ。面白いですよ、これ。魚拓取りたくて、確かに。これ難しいな。何にしようかな。好きな、本当に。何にしようかな、じゃない。まず何か、書くことに対しての罪悪感覚えろよ。もうおかしくない。なるほどね、やっぱこれ入れとかないとね。はい、なるほどね。あ、でも、あ、一応2本入れとこうね。あ、2本ね。最後言ったな、さ、あ、俺もう1本あるん で、ね、あるんで。はい、おー、いい。ちょっと反対側も書いてっていいかも。じゃあ、いいよ、左の方は。あ、ちょっと、おー、わずかちゃん、ご褒美じゃない。これ大丈夫。美味しいじゃん。左右対称に、何書いてんだ、これ。これね、あれ、あのね、なんでカメちゃんがこのこれ描いたの、これを描いてる。あ、いいね。そうですよね。すごい、さっき白い服だからやらないって言ってましたもんね。後ろおかしいです。なんか、はい、なるほど。さらにいや、俺決まってたんですよ。なんでどこにあるかって決めた。決めた、もう最初から決めてました。まあ、ここだよね。あー、やっぱり。あ、似合うもの。ほら、似合うもの。あの、カリエのキャラみたいになってます。確かに。じゃあ、じゃあ、OK ですか。OK、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 せーのでいきますよ。じゃあ、カウントダウンしましょう、みんなで。いきますよ、せーの。3、2、1、どうぞ。はい。あ、いいっすね、これ。強そうって言われて。この出落ち感がいいですね、なんかね。いいですね。散々いじられたからトーナメント表か。トーナメント表と、ね、切り札といっぱい切り札使えるよ、斉藤さん。あ、だったら4つ切り札使えるよ。切り札4つ使えるよ。普通2個までしか使えないんだけど。4つ使えるわ。4つ使えますね。追加キャラ、5月の追加キャラ。なるほどね、そういうこと。5月じゃないけど。セクシーサイト追加。セクシーサイト追加。え、切り札4本で追加。そういうことか。なんだかよくわかんねえな、これ。本当。いやー、ということで、もうなんかよくわからない展開になったんですけど、結局僕は勝ったのに、なんか墨を塗られてしまい。でもどうでした、カメちゃん、これプレイしてみて。いや、私一人で実は一回ゲーセンに行ってやってみたことがあったんですけど。そうなんですよ。でもちょっとわからなくて、一人だと。今日教えてもらって、あ、こんな簡単にできるんだってことが分かってよかったです。またやります。これは次回、これ楽しみですね。はい、ということで、これどこまで行ったんだ。今僕の墨のところが全く抜けてるんで。そうですね、まあこの辺りかなと思われるんですけど。この辺りかな。あ、じゃあこの辺りかな。はいはい、確かに。さすがサポートっすから。サポートっすから。サポートじゃないっすか。メインとね、サポートっすから。はい、ということで、ここで大亀さん、渚さん、寺田さんとはお別れになってしまいます。最後に一言ずつメッセージを頂戴したいと思います。誰から？じゃあ、寺田さんから。はい、
本当にいろいろとねこの大会好きなキャラを使ってやるとか強いキャラを使ってやるとか、まあ、自分の慣れたキャラでやるとかいろいろ盛り上がっていただいて開発者より尽きると思います。今後もあのファイティングクライマックスはいろいろな展開を予定してますので、お楽しみにお待ちください。さっき言ってました追加キャラクターですけれども5月の頭、まあ、連休明けとかぐらいには、まあ、発表があるんじゃないかなと発表がある思いますんで、まあ、ちょっと期待していただければなと思います。はい、なんでブサーなんなかったのそういえばいつ来るかなと思って僕はあのその発表があるっていうことは、ね、言っちゃいけなかったんですけど難しい難しい難しい渚から一言お願いします。はい、本当はあのイチプレイヤーとして電撃ファイティングクライマックスすごく楽しませていただいてますけども、本当にあの私も全然初心者格ゲー初心者ででもすごい楽しめるゲームだと思ってますのでぜひあのまだ格ゲー始めたことないって方もこれを機に始めてもらえたらすごく嬉しいです。あとねブギーポップねマジで強いからみんなね本当にこれね分かっとけよマジでありがとうございました。はい、お疲れ様でした。はい、そして最後に大亀明日香さんお願いします。はい、今日すごい楽しむことができました。格ゲーについてもちょっと勉強になったのでこれを機にちょっと私も始めてみたいなって思いました。あ嬉しいな。あの大会出るからぜひエリを使ってください。お願いします。使います。ありがとうございます。これもダメだな。はい、以上電撃文庫ファイティングクライマックスセガバーストトーナメントの紹介コーナーでした。APM チャンネルですがそろそろお別れのお時間となります。まずはお知らせです。では宇野さんお願いします。はい、5月の25日に仙台ですね、あのこちらのゲームコーナー東部で、APM チャンネルの大会があります。さっき言ったやつですね。そうですね、はい、もちろん、ニコ生での配信もございますので、皆さんぜひともご参加ください。何で笑ったの。はい、はい、そして、毎週の金曜日で電人ゲッチャの方で APM コーナーの方をやっております。でそちらの方では、APM に関する最新の情報をお届けしておりますのでぜひこちらもご覧ください。はい、ありがとうございます。そしてプレゼントのお知らせです。おお、なんだなんだ。なんとなんと電撃文庫ファイティングクライマックスのポスター、これお店にお配りしている非売品です。もちろん非売品のポスターになんと今回ゲストにお越しいただいた大亀明日香さんのサインを入れてプレゼントをいたします。マジで。はい、亀さんのポスターこれを3枚でいいのかな。え、嘘、3枚もサインしてくれる、うん、嘘ということで、こちらの応募の方は運営コメントに出ているリンクからご応募ください。締め切りは4月26日土曜日4月26日土曜日の23時59分、までとなります。ということでこちらのプレゼントもぜひご応募ください。では最後に皆さんから一言感想いただきましょう。まずはゆいちゃんから。はい、いやーほんとけどね、楽しかったです。3時間あっという間でしたね。あっという間だったね。はい、いやでもさ、電撃の最後のね大会の優勝者さんみたいに自分のキャラとシンクロして勝つっていう、美しく見せて自分の愛情表現として勝つっていう新しいね形をこの番組で見せれたっていうことは、その私も結構キャラ愛が強すぎてプレーが追いついてないので、ああいった勝ち方をしてねズバーンとバサンと行きたいなって思っております。ズバーンとバサンと。はい、いや今日私もその愛情表現としてミコトのコスプレをしたんですけど、プレイヤーとしてもっともっと成長したいです。今日は楽しかったです。ありがとうございました。まだまだゲストで盛り上がっていきましょう。はい、ありがとうございました。そして板橋ザギフ。はい、そうですね、今回その3タイトルの大会の、まあ、模様をお届けしたというところでですね、あのもっと例えばプレイヤーのいいところとかご紹介したかったんですけど、なかなか
こう細かいところまではね、こう拾えなかったのがちょっとね、心残りかなっていうところもあるんですけども、まあ、今後ともその大会行われるというところもあって、こうね、よかったら参加してみようかなとか、まあ、ちょっと大会見に行こうかなっていう人でも、もう大歓迎ですので、よかったら遊びに来てください。今日はどうもありがとうございました。そして宇野さん、お願いします。はい、私開発系の宣伝担当なんで、ゲームを、どんどん入れていく方ですね、こちらの方ばかりを、注力してたんですが、今回の大会を見てですね、やはりプレイヤーの方々をどんどん盛り上げていくような大会やイベント、これをどんどん、増やしていきたいと、心に誓いました。どうもありがとうございました。綺麗なコメントだよね。いやさすがですね。3時間ずっとなんか嫉妬してましたね。いや嫉妬してねえから。じゃあまあそんな嫉妬はしてる、ね、さあということで嫉妬してねえから、はい、ということで本当にこの APM チャンネルはオールネットプラスマルチという、このいろんなねゲームを一つの1台のゲームにたくさん入れられる、そしてここにいろんなタイトルがまだまだたくさん入ってまいります。ゲームセンターにもう一度足を運んでほしい、ゲーセンでまだこんな楽しいイベントができるんだというところをですね、皆様にご理解いただくために、まだまだ我々いろんなところで、告知宣伝そしてイベントを行ってまいりますので、ぜひまたいずれかの会場で皆様にお会いできることをお祈りしつつ、本日こちらの番組すべて終了とさせていただきたいと思います。今日はお三方本当にありがとうございました。そして視聴いただきました皆さん本当にありがとうございました。APM チャンネルまたまだまだ続きます。5月は東北宮城で行われますので、ぜひお越しください。今日はありがとうございました。